真言立宗宗務所真言立宗は、真言密教の宗義に基づいて、根本仏教の出家会である、愚足会と、混合上の会律である、三魔や会を修学する一派。また、なんと六衆の一つである、立衆精神の最高の意義も合わせて有している。最大寺の映像を、中高の祖とする。なお、空海を高祖として、特に仰いでいる。 エーゾンは荒廃した既存仏教に対する批判から立宗の格森と共にこれまで国家が定めた手続きによる方法しか認められていなかった出家会の受会を自らの手で言った。その後、戒律に対する考え方の違いから格森と一線を画するが彼の依頼による最大時再高を引き受けて続いて海流王子、北家寺、 般若寺などの最高に従事して、朝廷の許可なくして、独自の階段を設置した。続いて、弟子の認証が登場して、英存が十分に、達せられなかった民衆への不況に再確を示して、鎌倉に、極楽寺を建立した。これが、新言、立州の起源であるが、当初英存自身やその門人は、新言州の最高の一環として、しかし、当時においては、 立州の進派と見られていた。なお、英像の行動は、通説では、旧仏教内部からの改革運動と位置づけられているが、近年ではこれを、新言州立州の枠を超えた、新州派であるとして、鎌倉新仏教の一つと見る説もある。後継者である、新空、認証は、朝廷の信任が厚く、諸国の国分寺再建を命じられて、これを末自化するなど、 強派の拡大に努めた。自身に厳格で人員再建のノウハウを積んだ新言、立衆の僧侶主導の肝心活動に対する評価の上昇はやがて他の立衆諸派再高の動きを促し、一時は新言立衆を含めた立衆は前州、全州浄土州などと勢力を分けて、日蓮より立国族との非難を受けるほどであった。特筆されるべきことは、A ゾーン、認証による、 救済活動が、否認、貧民、内病患者に対するものであり、その数が数万人に達していたことであろう。また現行における元軍の撃退も、映像、認証の受報によるものであったと認識されていた。室町時代後期以後一時推理したものの、江戸時代前期の名の部が最高の動きを見せ、その門人にあたる常言は初めて公に、信言。 立州という名乗りを用いた。1872年、明治政府は諸州派の整理を断行。その際、立州系最大の勢力であった、新言立州が、元は新言州の流れを組むことから全立州諸派が新言州に組み入れられた。その後、立州系諸派はいずれも新言州からの独立を求め、最大時でも佐柄木博清が運動を行った。その会があり、 1895年に、立州系の諸派は、新言州からの独立を許されて、その際に、新言立州も新言州から独立する。ただし、明治以前新言立州であった寺院の中には、独立に従わずに、新言州寺院としての道を歩んだ者も,もあった。以後、最大寺を総本山としてその住職である、最大寺長老が、新言立州官長を兼務する慣例となっている。 交渉母撮影尊自身を昇進空戦優生前、健全清志心、信明元気心、深氏生産革城、定友新村、行始めて、泉善与次朝新鮮両明る鷹、深氏明空営女永元元空、英州高見義地下元木吉高参戦、恵州女,女両慶尊会、高中高森玄海高未公、厚志高玉村玉高京村喜びしこり会、高秀高久高千村、 佐藤高義カヨシケの孫信交算村格村、坂江広氏ケ高ダ村清尊西村道院喜び、初江道村へ後半、佐伯広氏清福垣新あたる佐伯悟流、駒岡上演、関敏明松本未堂、谷口光明大山園、松村隆史誉れ。ありがとうございます。